リエビシャの生信条教会リエビシャの生信条教会にあるイース・ハリストスのフレスコがイコンリエビシャの生信条教会は12世紀のセルビア正教会の聖堂であるコソボジチ州プリズレンにあるオスマン帝国の支配下でモスクに転用されたが20世紀初頭にセルビア正教の聖堂に戻されたこの教会は二千六年六月十三日に世界遺産 デチャニ修道院がコスボの中世建造物群として拡大された際に世界遺産リストに加えられた。同時に他の物件とともに危機遺産リストにも加えられた。1999年6月から2002年半ばまではこの教会はクファーの兵士たちによって守られていた。しかし2004年3月17日にハンセルビア人暴動が起こった時に アルバニア系住民の過激派によって、この境界はひどく傷つけられた。欧州議会の支援を受けた専門家たちが被害状況の調査のために何度か訪れたが、具体的な措置は2007年9月現在では取られていない。略奪も日常茶飯事で鉛製の高価な屋根は何度も盗難にあっている。ありがとうございます。